レイシー・シュトゥルム・フライリーフは2000年にアメリカ合衆国テキサス・シューベル軍にて結成された5人、組ク,クリスチャン・ロックバンド。う一点であるボーカル、レイシー・シュトゥルムの可憐なクリーンボイスと力強いスクリームが特徴。ボーカルであるレイシー・シュトゥルムは早くからドラムのジェームズ・カル・ペッパーと音楽活動を始めた。その後、ギタリストである シャレド・ハートマンとサマー・バッタ・チャリアが加入。また、ベーシストとして、パッド・シールズが加入した。バンドは3枚の EP を発表して、2004年に、ラント・エンターテイメントの下で2年間にわたって、テキサスで単独による100回以上のショーを行った。当初、ニューヨークの RCA レコードと契約を目指していたが、オクトンレコードの社長が、バンドに非常に興味を持ち、 2004年1月7日、オクトンレコードはウェブサイトでフライリーフとのレーベル契約を発表した。その後、2004年3月にフライリーフはシアトルへ活動拠点を移行。EP を販売促進するためにブレイキング・ベンジャミン、ステインド、サンドワーズダウンと共にツアーを行った。2004年10月、EP が店頭に並び、彼らにとって 初となる公式シングルとビデオが発売された。2005年、バンドは、ハワード・ベンソンをプロデューサーに迎えて、最初のフルアルバムをレコーディングし、10月4日にアルバム、フライリーフを発売。このデビューアルバムからのシングルは、i アイ m So sick, Free Alive, All Around Me であった。2006年夏、バンドは、ファミリーバリューズツアー2006を行う。 ツアー中に未発表曲等を含む EP、ミュージックアズ、A ウェポンを発売。収録曲は、マッチライクホーリング、ジャスティスマーシー、クリスマスソング。EP の販売収益の一部は、ワールドビジョンへ寄贈された。2007年、フライリーフは、スリーデイズ・グレースとのツアーを観光、サウンドウェーブフェスティバルを含むオーストラリアツアーも行った。また、ストーンサワー。 フォーエバーネバーと共にヨーロッパツアーを行った。2007年春には、ジャスティスマーシーツアーも行っている。i イ m ソシックのプロモーションビデオが2007年の映画、ダイハード4.0に少しだけ登場した。ちなみに、i イ m ソシックは、阪神タイガースのジェフ・ウィリアムス当時の2009年度のテーマ曲として使用された。また、リミックスバージョンの アイアイムソシックが映画バイオハザード2アポカリプスのサウンドトラックに起用されている。人気ゲームギターヒーロー3レジェンドオブロックにて新曲ティナを発表。またこの頃アイアイムソシックがロックチャートを賑わすようになる。10月30日フライリーフはマッチライクホーリングをデジタル EP で発表した。収録曲はマッチライクホーリング。 スーパーナチュラル限定リリースだったティナファンに人気の高いジャスティス・マーシー。このデジタル EP は彼らのデビューアルバムの再発拡張版や iTunes でも聴くことができる。2008年4月26日 MTV ににおいて彼らのファーストアルバムからの4作目となるビデオソロをリリース。春にシーザーと共にツアーを行った際に ボーカルであるレイシーが恋に変調をきたしたため、5つのライブの中止を余儀なくされた。アルバム、メメントモリは2009年11月10日にリリースされ、全米アルバムチャートにて初登場8位を記録した。2012年10月、3作目のスタジオアルバム、ニューホライズンズをもって、レイシーの脱退が発表された。パッドシールズは、レイシーの代わりとして、ベデイラの 元ボーカルであるクリステン・メイの加入を明らかにし、2014年9月にアルバム Between the Stars をリリースするが、2016年8月15日にクリステン・メイは自身の脱退を発表した。脱退の理由として家族との時間を大切にしたい気持ちとフライリーフのメンバーとしての実感が抱けなかったことを挙げている。バンドの5人のオリジナルメンバーはクリスチャンである。 信仰は彼らの音楽に深く影響している。しかし、リードシンガーであったレーシーは、それがフライリーフをキリスト教バンドしてと厳しくリスしているかと問われると、必ずしもそう思っているわけではないと答える。バンドメンバーは同じ信仰を共有しています。そして、我々が他のすべてのクリスチャンバンドを考えるとき、我々は、 POD というバンドが言った、あなたがキリスト教徒であるならば、それはあなたの人生すべてに影響を及ぼします。あなたが廃刊校であるならば、それはあなたをクリスチャンの廃刊校にしますかという言葉を思い出します。また、レイシーは私はそれに対する答えを知りません。我々はバンドであって、それは我々が誰であるかという部分で、 我々の音楽にも影響するでしょう。そして、我々が音楽をやる上でのエネルギー源にもなります。信仰を得て、私の人生は救われました。そして、私はそれを全く恥じていません。そして、大部分の我々のアルバムは、信仰を反映していますと述べている。ありがとうございます。